気宝調律うどの図書館は、三重県南室郡気宝町うどのにある、公立図書館。三重県最南端の図書館である。2020年12月26日に移転のため一時閉館し、再開後は気宝調律図書館に解消する予定である。小規模な図書館であるが、県境付近に位置することから、和歌山県田辺市から来館する者もいる。かつて、 日本一面積の小さい村であった、宇どの村が高台の上に建設した図書館である。蔵書が充実しており、話題の新館書が早く借りられるとして、和歌山県からもらい感謝を集めている。2012年現在の館長は、岸陽子。開館時点で唯一の専属職員かつ支書であった。宇どの図書館では、三重県内外の図書館と交流して、 主事の取り組みを行っている。例えば館内の掲示や図書館利用者カードのイラスト、図書館のバッグは図書館職員の手作りである。また年賀状を集めて束にし、本を作る講座を開催したことがある。地域の課題解決支援のため、医療、健康情報コーナーを設置しており、国立がん研究センターが対策情報センターの発行する。 パンフレットなどを置いている開館以来、貸し出しに際して住所要件はなく、宇都の村立図書館時代には、貸し出し登録者の半数が、損害の利用者であった。奇襲正式奇工場から受けた寄付金を元手に、1992年7月に、蔵書約3万2千冊の宇都の村立図書館として、開館した。開館時の館長は、宇都の村の教育長が兼務しており、 二人の臨時職員が午前と午後交代で勤務するという状態で、専人の職員は、師書の騎士を子一人であった。騎士は、開館3ヶ月前に採用されたばかりで、初出勤時に1万冊の購入図書の選定を任された。開館間もなく月1回のお話会を開始、1995年度には映画会も始めた。2000年4月に、 コンピュータによる蔵書検索システムを導入した。2003年からは村の保健センターと協力してブックスタート事業を開始、4ヶ月検診を受けた入児に絵本を送る活動を行っている。またよく2004年からは外部講師によるワークショップを開催し、受講者の多くが読み聞かせボランティアとして活躍している。三重県内外から来館者を集める一方で、 気泡町の財政事情などを理由に2008年4月1日から気泡町民以外の利用者の貸し出し可能冊数を減らしリクエストや予約を受け付けないようになった2011年度子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた2020年12月26日移転準備のため閉館した移転後の跡地利用は未定である 気泡町は、上内保健センターにあった気泡町、役場健康づくり推進課が役場本庁舎に移転したことや、図書館が旧坂の途中にあることなどを受け、1億6170万円をかけて上内保健センターを改修し、1階部分に図書館を移転することを決定した。2021年1月現在、建物の改修工事はほぼ完了しており、図書館では、 蔵書整理が進められている。一点後は、気泡調律図書館への解消が予定されている。JR 紀勢本線うどの駅から徒歩約10分、三重交通バス、包谷バス停から徒歩約5分である。自動車で1時間かけて来館する者もいる。ありがとうございます。